ボス。さあ、始まりましたね。キスモード。はい、ということで、どうも今週もよろしくお願いします。はい、私、MC の副登場主のイソピーです。よろしくお願いします。そして、はい、オス登場主の宮田です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、この番組はですね、ゲーム制作に携わる学生クリエイターの可能性を最大化するゲームコンテスト、ゲームクリエイター甲子園の専門番組として総合大賞ノミネートの発表やプロからのアドバイスの紹介をお届けする番組となっております。それでは行きましょう。本日のゲスト、浅野和也さんです。よろしくお願いします。はい、では、私の方から早速詳しく紹介させていただきたいと思います。センスながら、こちらが紹介させていただきたいと思います。はい、まずはドラゴンクエスト2に完璧を受け、中ソフトに購入されましたと。はい、でその後、ドラゴンクエスト、3から5の開発に携わり、はい、まず音切り層、はい、かまいたちの夜、はい、そしてトルネコの不思議なダンジョンと、はい、新ジャンルのゲーム次々と生み出されていきますと。中ソフト、会社後はフリーで、活動され、スマートフォン向けの位置情報ゲーム、テクテクライフなどを生み出し活躍されていますと。はい、豪華ゲストじゃないですか。今の学生さんだと一番なんかニッチといいますか、うん、印象湧きやすいのはやっぱドラクエシリーズとかなんですかね。復刻とかもいろいろされているので。そうですね、はい、結構音ゲーソングかまいたちのとかって今って最新版とかできたりするんですか。いや、できないんじゃないですかね。ああ、音ゲーソングね、ちょっと前に、はい、あれ、はい、任天堂の、はい、スイッチの前の、はい、Wii ではもしかしたら配信でできたかもしれないんですけど、はいはい、それでもだいぶ前ですけど、ね。ぜひやってほしいですけどね。そうですね、はいはい、そんな感じで本日またまたなんと豪華なゲストに来ていただきましたので、はい、本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで、それでは早速ですね、浅野さんに見ていただくゲームを紹介していきたいと思います。はい、それではまずいきましょう。一つ目の作品、ランキング上位に輝いた作品の、はい、まず一つ目を紹介いたします。はい、チーム名、土おいしいのマウスラッシュでございます。おめでとうございます。はい、こちらちょっと作品をですね、私の方からちょっと紹介していきたいなと思います。はいはいはい、まずチーム名、土おいしい、はいはい、のマウスラッシュでございます。はい、野菜も動物として存在する世界で、はい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 、小さな料理、ネズミ、ラトア村の貧困を救うため、まだ見ぬ食材を求めて旅に出る。はい、で敵を倒して野菜を集め、材料は組み合わせて料理を作っていきます。ラトの攻撃が敵に当たると連続で出すことが可能で、野菜を切る感覚で切って切って切りまくれというところで、ラトが、見せる壮大な世界をお楽しみくださいと。あ、これ敵キャラ全部あれなんですね、野菜なんですね、はい、動物に見えて。ラト君がこういろんな、はい、このいいですね、キャラデザね。はいはいはい、昭和変身のキャラデザの、最初の方、はいはいはい、ゴーグルかけがちっていうそう、主人公ゴーグルかけがちっていうのがあるんで、その辺のなんかこの主人公がすごくいいなっていう思っていきますね。はい、これどの野菜が大きくなってるかを考えるのも面白いですね。そうですね、さっきのキノコは分かりやすかったですけど、うん、これとかは人参とかなんですかね。ああ、尻尾はそれっぽいですね。はい、なるほどですね。結構キャラデザかなりこだわってますね。はい、と、はい、いうことで続いての作品参りましょう。続いてのランキング上位作品は、はい、チーム名、はい、ハサミン、はい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 、の、作品名が切り取り線でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちらもですね、そっちの方からちょっと概要をね、説明したいと思います。はい、最近ハサミ使ったらいつですか。ハサミはね、多分今日はもう使ってます、ね。もう使ってる。はい、結構使ってる。じゃあ割と使ってる。じゃあもう日常的に使っちゃうというところで、はい、もうちょきちょきハサミ動かして、まあ、工作するとか、そのハサミの感覚っていうところですね。はい、もうそういうのも懐かしくありませんかと。で、切り取り線はハサミを使って、鉛筆といった、まあそういった文房具ケースかね、はい、のオブジェクトをステージを切り落としていくゲームですと。で、ちょきちょき切るモードと、スーッと。はい、もうハサミでこうスルッてやりますよね、うん、っていう切り落としていく、そこのハサミならではのギミックですね。まあ、それモードをうまく使っていく必要があると。で、全ステージ25ステージ、あ、すごいですね、を、そこで小学生時代もね、ぜひ思い出してくださいと。まあ、工作の、はい、まあ、そういう体感みたいなことですかね。はい、切る感じ、すごい面白そうですね。うん、こちらさんはいかがですかね。いいですね。なんか
懐かしい感じそうするんですよ、ね、うん、あのそれあのハサミ使ってるからっていうより、はい、なんかあの昔あのゲーセンに、うん、はいはいはい、あのあったゲームでなんか似たような感じの感じニュアンスがあったんで、でもちろんタイプは似てるけど内容は違うんですけど、はい、それを含めてすごくこう、うん、やってみたいっていうかとっつきやすい感じがすごいします、うん、はいはい、でもこれ楽しいですね、はいはいはい、はい、ではですねお次は、浅野さんのですね推薦作品こちらを参りたいと思います。はいはい、まずは1つ目、はい、チーム名思春期の作品名ピークでございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、こちら作品名ピークの概要の方を説明していきたいと思います、はい、まずジャンルがですねこちらも見て分かるとおり、はい、ホラーでございます。はい、こちら壁の向こうに何かがいる恐怖、まあ、それに耐えられるかと化け物がいる建物にドリルで穴を開けその先を覗いて脱出する、ホラーゲームでございますと、はい、穴を開けた先は一体どんな光景が広がっているのか、はい、そしてドリルに使うバッテリー残量、はい、まあ、ドリルにバッテリーがあると、はい、それを気にしながらあなたは逃げられるなというゲームでございます。なるほどですね、はい、結構覗くと面白いです ね、 そうですね。こちら浅尾さんの推薦作品というところですけども、はい、どういった理由でのご推薦になったんですかね。いやもうやりたい、それは一言で、はい、やってみたい、面白そうですね。これは面白そうです、ね、いや確かにそう期待ちゃおりますよね。ドリルで穴開けて覗くっていうのがすごくいいです。ああいいですね、はい、いやこれぜひちょっと早くやってみましょうか。はい、はい、ハンドガンじゃなくてドリルをこうやっていくっていう、はい、いいです、お持ち帰りはい、はい、ありがとうございます。はい、はい、それでは、続いて浅野さん推薦作品2つ目の、はい、紹介に参りたいと思います、はい、チーム名スベアのフォローユーでございます。はい、ありがとうございます。はい、こちら打って変わってですね、はい、アクションファンタジーでございます、うん、はい、壊れてしまったメモリー部品の代替品を求めて旅に出る丸猫、はいはいはい、転がることしかできない丸猫を助けてあげようと、はい、で右スティックと左スティックに対応した多彩なギミックが盛りだくさんで、うん、スティックの動きと画面一体となった超直感的アクションが魅力と、ゴールの先に待つ旅の結末とはというところですね。もう見ての通りというところで、うん、なんて言うんですか、ピンボールに近いところでね、はいはい、こうピンピン弾いてこうやっていくと、こうストーリー性を持たせたと、うん、こんな感じの印象を受けるんですが、こちら浅野さんどういった理由でお選びになったでしょうか。なんかすごい自由なピンボールっていう感じがして、はい、うん、なんかどこまでそのピンボールの感覚で、うん、あのいろんなことを表現できてるのかものすごい興味が湧きました。そうですね、結構あれですね、あのコンセプトとかハードなテイストだけど、うん、すごく可愛らしい丸猫が撮れたので中和されてる感じですね。ちょっと企画書の表紙の段階で全くこの丸猫食べているとか全く分からなかったんで、はい、入ってみたらなんかそこ全然こうイメージ違ったなっていうところが、はい、ギャップがなんかすごくいいなと思いました、ね、うん、はい、はい、ありがとうございます。はい、こちらも楽しみですね。はい、はい、では、お次の作品を紹介してみたいなと思っております。はい、はい、浅野さん推薦作品3つ目の、作品参りましょう、はい、それでは早速いきますよ、はい、はい、チーム名風神、はい、作品名マグネッツでございます。ありがとうございます。あ、どうも焼きました、はい、この磁力作品、磁力作品、磁力シリーズ、はい、磁力シリーズです、はい、磁力シリーズで本当にチームロードでもね、あの磁力シリーズ、はい、結構あるかなと思う、またまた違った、うん、あの作品かなというところですね。はい、こちら、マグネッツ、はい、S 極と N 極の引力と磁力を使った磁力アクション、はい、主人公の持つ磁力を切り替えて進んでいく、うん、S 極と N 極をタイミングよく切り替えてさまざまなショートカットを回していくと、はいはいはい、S 極 N 極の使用のすべてで動きが噛み合った時に生まれる爽快感、うん、はいはいはい、まあ、そういった磁力 S 極 N 極だけの使用だからこそ生まれる、うん、まあ、そこシンプルがゆえのもどかしさ、はい、まあ、そういったところを楽しんでほしいというところでございます、うん、こちら浅野さんどういった理由でお選びになったでしょうか。なんかこう感覚的に、うん、こう子供の時にやっぱり磁石の不思議っていうか動きの変な感じって覚えてて、はいはいはい、それをなんか利用したゲームって、はいはい、まあ、や実際やりたいなというのと、うん、あとはなんかねすごいセンスいいなというあのデザイン的に思ったんで、はい、あのすごくなんですかシンプルなんだけども、こうあの N と S と赤と青っていうのを、うん、本当になんか2種類のものを基調にして、うん、こういろんなものを構成してるのが、うん、シンプルでかついいセンスっていう、うん、すごく思いました、ね、シンプ
プルかついいセンス、はい、めちゃくちゃかなりあのすごい、うん、あの少ない言葉ですけど褒めてるつもりです、うん、いや褒まれですね、はい、うん、ちょっと実際にどういう風な体験してどんな感じなのかをすごく見てみたいですね。楽しみですね、はいはい、では早速見てみたいですね、はいはい、ありがとうございます。はい、こちら、以上の5作品が、見事総合大賞の見える作品になります。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、それではもう早速ね、各作品遊んでみて、もう好評だったりとか、はい、各動画でもういろいろ詳細に伺っていこうと思います、はい。